こんにちは菊田一郎です今日はア熱帯を描く水墨画についてお話ししてみたいと思います日本における水墨画の伝統は京都や江戸といった温帯の自然環境の中で発達してきました当然ながらその主題も温帯の自然に求められてきたわけです竹にスズメや梅にウグイス 松にれやアユなどの魚たち、こういった繰り返し描かれてきた主題から離れ、沖縄の亜熱帯の自然を描くことにはどんな意味があるのでしょう。これまでもお話ししてきたように、水墨画の本質は、すべての自然は水を根源としてつながった一つのものであるという自然観にあります。すなわちそれは、地球上すべての自然が 水墨画の主題としてふさわしいものになると捉えることができますアフリカの象やキリン、カラパゴス諸島のイグアナ、南極のペンギンすべては水墨画での表現が可能になるのですこの作品では沖縄アネッタイのマングローブを主題としました梅にうぐいすといった繰り返し描かれ手垢のついた主題を対象とするよりも むしろ水墨画の本質に迫ることができるのではないか私はそんな思いを抱きながら沖縄での制作を続けております。本日はありがとうございました